ナスディの大冒険 YouTube 版、無人島で2泊3日0円生活。今回の無人島生活、よいこチーム、吉田沙保里チーム、そして今年も単独で参戦のナスディの三つどもえバトル2日目。吉田沙保里はいい天気でよかった。でもいい天気そうで ね、昨日から具なしの味噌汁と葉っぱ3枚しか食べていないが、快適な無人島生活を送るため作業を進める。火起こしをしていた吉田は楽しい。家だったらね、もうボタン一つで火がついたりすぐ調理できたり、本当に恵まれてるなって。でも楽しいですね。ちゃんと自分で火を起こして調理して食べるものを確保しないと生きていけないんだなっていうふうに。火が強いね。もう何でもさ、私さ思いっきりやっちゃうから。確かに火が強すぎて、カープ新井さんのごま行みたいになっていた。ここから吉田とウィズビーは冬のリビングに欠かせないあるものを作り出す。私がやるの？あ、ちょ、やったことあります？ない。ないですか？うん、ある。わかんない。結構やればいいんでしょ？なんですけど、うん、あのノコギリはあれ引くときに切れると思ってください。引くときに切れる。引くときに切れる。お、はい。ああ、上手。力を入れすぎず。で、よっしゃ。やったー。切れたー。すごい。綺麗。わ、綺麗。ノコギリ楽しい。ノコギリセンスありますね。本当？はい。もう一回やろうか。いや、やりましょう。え、本当に初めてですか？うまっ。本当に初めてですか？初めてのこの断面じゃないですよこれ。何これ？これは手強いよ。よし。太いもん。あ、手強い。大丈夫ですか？変わりました。しんどいか。さすがに。さすがにしんどいですよね。最後まで大丈夫ですか？諦めない。変わりましょうか。さすがに大丈夫ですか。変わりましょう。諦めてくださいよ。ちょっとぐらいは。諦めないで育ってきたから。ちょっと諦めるかなと思って太いの持ってきたのに。でもできないことじゃないし、はい、やり始めたらやっぱ最後までやりたいっていう、はい、この性格じゃないと勝てないよ、やっぱ世界では。行こう。でも次行こう。続いて補強のため支柱となる木をはめたいのだが、高いよね。これをちょっと切れば。こうだけど、こうだと。こうだとちょっと短いか。ちょっと短いんだよね。さすがにもう。ここ半分切る。半分。ここ。これ半分ってどんだけ難易度が高いんですかそれ。挑戦してダメなら次行こう。はい。挑戦しないでそのダメって無理って言わないで。やるよ。頑張れ。諦めない私は。絶対諦めない。絶対諦めない。すると、うわあ、いけた。半分切れた。切れた。握力が、握力がもない。握力、神だ。神様だ。ノコギリの神様ですよ。これがこうですよ。できますこれ。すごい。これがこう。人間やればできるんだよ。高さを合わせた支柱を真ん中に打ちつければ。お、すごい。これだけで最高じゃんね。完璧ですね、うん、完璧なアンティーク調のテーブルが出来上がりました。これにブルーシートをかぶせ、板と麻紐で作ったのは、これをこう、おこうですよ。おの時は調理場として使ってビニールシートを敷いた上に開けられると、こたつのように入れる。入れる。こたつだ。そうです。そう、3人が作っていたのはこたつ。かまどの近くに置くことで熱も取り入れられ、保温効果は抜群。寒さ対策はバッチリだ。これで安心して料理行けますね、うん、はい、うん、
一方よい子チームはゆっくりと日が昇る中、椅子が壊れたせいで作業は続くが、よし夜の海で全力を尽くした浜口、あこれ限界のようだ。あれ寝てる、右靴にて右靴を枕にして寝てる。あいつ何やあれ。無人島生活2日目、誰のガラが帰った後、浜口が眠る中、有野は寝ないで作業。こういう戦いってチーム論やと思うんですよね。ナス D は一人でやけど、みんなで取れた魚、みんなで作った家っていうので考えたら、今マサルさんは寝てるんですけど僕が起きてるんで、これはもうよい子チームとして起きてるって評価してくださいね。お砂糖ちょっと入れます、はい、それから塩、はい、ちょっとぬるい湯これ入れて、ちょっとオイルを少量入れますね、はい、回しかけます。あ、例のオイルですか。例のオイルでございます。例のオイルや、あれは見てて。オリーブオイルやろ。もうこれ混ぜるだけです。ひたすらこの伸ばしていく作業。焼く。うわ、無人島で嗅いだことないような匂いしたぞ今。あ、ほんまや、おいしい。わっと、うん、回してる。うわ、なんすか、人生ゲームみたい。いただきます。いただきます。うわうん、まうわ、魚いらん。無人島の食材思われへん、なんか形と色やな。オイルを流しますよ。さ、完成しました。無人島トルティーヤの完成です。イエーイ、おいしそう。全部やってくれる。で、巻くんですか。巻いて、はい、食べます。どうだ。うーわー。何やったよ、昨日まで。夜中夜中、おいしいやろ。一方のナス D は1日目、カンパチ用の糸が簡単に切れる。結構かかってすぐですもんね、毎回。また糸が切れました、2回連続、まあ、先っぽ噛み切ってるから、もうプロのカーボンをワイヤーに変えます。これは噛み切れないですね、さすがに。よし、やってみましょう。これでワイヤー作戦で、カンパチ用のフロロカーボンのハリスからワイヤーに直接針をつけ、絶対に切れないようにサメを狙う。あとはサメが食いつくのを待つだけだ。昨日よりちょっと海水がクリアですね。いろんな魚が出てきてるな。天然の水族館みたいな。サメはまだ見えないですね、姿と形が。水が澄んでるからちょっと見えるかもな。とりあえず餌釣りましょう。今日波が低いから浮きが全然浮いたままではいるし、海穏やかなんで釣りやすいですね。うわー、石垣フグ。フグの仲間ですけど無毒なんですよね。ぷくっと膨らみもしないっていう。うわ、すごい呼吸が早い。浅い岩礁、サンゴ礁域に生息してます。針が硬くて調理には向いていないので、ほぼ流通してないです。無毒とされてるんですが、一応内臓を取り除いて唐揚げ、味噌汁、煮付けにするといいです。これ餌になんないんで、彼は返します。石垣フグ。もう本当取れないでよ。ダメよ、もう。噛まれると大変なことになるんで、この口がすごいんで。もう次はいらないからね、君。石垣フグ。その辺にいるからですよね、石垣の辺に。ミツクリザメとかいうサメいるんですけど、英語では悪魔のサメって言われてるんですけど、悪魔みたいな顔してるんですよ。で、なんでミツクリザメかっていうと、海洋生物学の博士、ミツクリ博士が取ったからミツクリザメ。ここでもしサメを釣って、そのサメが新種やったら、滑車ザメにします。うわ、蝶蝶だ。水族館でしか見ないやつが釣れましたね。ハタタテダイ、長く伸びた背びれが旗を立てているように見えることからハタタテダイと呼ばれます。結構縄張り意識が強い魚で、同じぐらいの大きさの魚が入ってきても威嚇して攻撃することがある魚です。追いかけ回すこともあります。身が綺麗な白身で、刺身には旨味があり美味しいです。他には塩焼き、唐揚げなどがあります。あ、ウミガメ来た、向こうから。ウミガメも来ました。ウミガメ釣っちゃまずいんで。ただウミガメはサメの大好物ですからね。サメ食べますからね、ウミガメ。
魚が集まってるから来たのかな。この辺は磯釣りに来るお客さんが多いから名所なんで、磯釣りのお客さんが釣った魚に食いつくんですよね、サメが。だから釣った振動でサメが寄ってくるんですよね。2回とも釣った時なんですよね、サメが来たのは。こういう風に波がないと魚の音が聞こえやすいんで、サメは目が悪いですからね、音と匂いに。サメも賢いから、でもこの辺泳いでる魚だと握られちゃうから、釣り人が釣った魚とファイトしてる間に陸に引き上げる前に食べたらいいって知ってるんですよ。釣りしてると釣り趣味っていう人の気持ち分かるよな。釣り趣味の人ってビギナーズラックで結構最初にドーンと大きいの釣っちゃってやめられなくなるっていう。僕も今日サメ釣っちゃってやめられなくなるだろうな、大物すぎるから。何が出るかな、何が出るかな。はい、イスズミです。サメ肉は高タンパク低カロリーで、老人ホームとかで導入しようかって、魚の骨が少ないじゃないですか。で、肉が大きいんで結構見直されてるんですよね、今ね、世界的に。シャークフードって言って、サメ肉ばっかり食べ続けて世界一になったチャンピオンがいるんです。誰だと思います？陸上選手のカール・ルイスってサメばっかり食べてたんです。いや、サメ好きだったんですよ、本当なんですよ。当時サプリがなかったんで、カール・ルイスは毎日サメ食べてたんです。毎日行くレストランがあったんですけど、そのレストランで今でもそのカール・ルイスが食べたサメの料理は食べれるんですよ。来た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 、ほら来た、ほら、あ、いた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 、うわわーっていった、ほら、あ、いってるいってるいってる、いった。これワイヤーで食ってるからいけるかも。あれ切れたんかな、切れたかもな、動かなくなっちゃった。ワイヤーに直接針をつけているため切れるはずはないのだが、あー抜けたかな、あー外れたっぽいっす、外れたっぽいね。に来ました、うん、ほら、そんなちゃんと噛んでないんですね。ちょっと口加えて持ってって、でもこのワイヤーでもいけるってことですよね。これで前みたいにガチッとはまれば釣れるってこと、釣れるってこと。でも食うってことですね。全然噛んだ跡があんまないぐらいで、かかんなかったんだ、ね、針が。惜しい、いけそうですね。でもワイヤーでも食うんだ。釣れた時に来たんですよ、ね、釣れてあげてる時の振動で来てる可能性はあるんですよ。今でもちょっとでかかった気がするんだけど、ね、そうですよね、ぐーってきたもん、ね、さっきのサメはもう一遍来る可能性ありますよね。要はあんまり傷んでるイメージがないし、実際サメ自体は食べれなかったから、あれをもう一遍来る可能性が大ですね。浮いてるやつ取っといた方がいい。あ、来た来た、そこ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 にいる。でかっ、3メートルあるね、大きいですよね。来た、食べた、うん、来た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 、すぐ目の前、うわー、でかー、大きい、急ごう、早く今なら釣れる、こっち来た、これもでかい。あ、これに来てるんだ、これ、これ、食いつけ。サメのスイッチが入ってるから来る。グーンって来てる。サメ食ってんじゃねえか。サメではないと。違います、サメだったらもうやばいでしょ。こんな細い針でいけます、ね、でもあの感じだとワイヤーを…来た、来た、来た、あ、逃げた。でかいですよね、あれ。3メートル近くあると思うんですよ。やっぱ恐怖心っていうよりちょっと神々しさを感じたな。僕らやっぱ動物好きやから、もうあれだけでいい感じしちゃうもんな。来た来た来た、もう戻ってきました。来た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 、わー、フラフラしてる。あんな人に行くの。ホホジロザメかオオメジロザメか、どっちかですね。多分オオメジロザメですよね、きっと。綺麗の先端が黒い、ちょっと引いたな。唐揚げってどうやって料理しようかって考え始めちゃった。そういうの無人島生活でアジア胡椒で取ったりして、でかいとか言ってたのが懐かしい。でかいこれとか言ったのが懐かしい。あれぐらいのやつを餌にしてる。ぶっとるかな、ジョーダー。あ、来た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 。
八本さん。味噌汁だ。これで音出してサメを今呼んでます。このまま待ち続ければ来るっていうことはいい。だとパッとあげます。サメが食いつくなったらサッとあげてあげないんですよ。この振動でサメが来るって言われてるんですけどね。だからこの状態はもうベストの状態なはずなんですけど、逆に警戒者で逃げるかな。すると、あ、来た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 。わあ。来た来た来る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 。ああ、でも逃げたね。2キル。わあ、回ってる。来そう来そう来た。あ、逃げるんだやっぱ寸前で。スイッチ入ってないからまだ獲物として選んじゃってるんですよね。スイッチ入ったらもうバーって錯乱状態になって、あれでも食いつくっていう、ギリギリで2匹とも交わしましたからね。多分4ぐらいですよね、今のを取ったら。この白いロープが見切られたんじゃないかっていうので、白いロープとワイヤーの間にクロロカーボンを入れます。ロープとワイヤーの間に入れてみます。次の作戦、作戦がなんかいろいろあるから楽しいな。サメ釣り大作戦。あ、来た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 。サメはね、なんか賢いんですよ。卵性と胎性になってて、胎性なんです、このオオメジロザメは。要はお腹の中で卵を育てて、来た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 。作戦変更後、すぐ来た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 。やはり海中の白いロープが見えていたのか、巨大なサメが生き餌に食いついた。やっぱロープの作戦が成功ですよね。クロロカーボンを使ってから急に、あ、伸びてる、ロープ。いった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 、ごめん。結構でかいのがかかってるはずだから危ない。ついてますついてます。また外れた？いや、まだついてます。甘噛みしてるのかもしれないですよね。あ、外れたかな、さっきと同じパターンかもしれないですね。魚が甘噛みして戻ってって、賢いのかもな。ちょっと警戒して周りで見て噛んで食べずに行ったかも。もうでもちょっとついてないっぽいですね。ついてない多分、ワイヤーが切れるはずがないので、またしてもサメが生き餌を吐き出したと予想。しかし仕掛けを引き上げてみると、あー、餌はないっすね。ワイヤーと針もついていなかった。飲み込んでんすね、ワイヤーごと。で、ここで切ったんですよね。ここでさっきのやつ飲んで胃の中でちぎったんですよ。果たしてその予想は正しいのか。陸上の映像と比較して生き餌カメラの様子をご覧ください。卵性と胎性になってて、胎性なんです、このオオメジロザメは。要はお腹の中で卵を育てて、来た、あ、くた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 。やっぱロープの作戦が成功ですよね。クロロカーボン使ってから急に、あ、伸びてる、ロープ。いた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 、ごめん。結構でかいのが待ってるはずだから危ない。ついてますついてます。また外れた？いや、まだついてます。甘噛みしてるのかもしれないですよね。あ、外れたかな。突如として生き餌カメラの前にコバンザメを引き連れた大きなサメが出現。やはりワイヤーとロープの間にフロロカーボンが入ったことにより警戒心が解けたのか、生き餌にパクリ。お腹のコバンザメもサメから離れないよう必死にくっついている。そして陸につながっているロープができり、自転車のチューブが伸びたところで巨大ザメは体を回転させ、まずはコバンザメがサメから離れ、そして仕掛けを食いちぎった。すごいな、
噛んでないですね、魚なんて。蛇みたいに飲み込んでるんですね。あの魚じゃちっちゃいんでしょうね、だから噛んで食べるほどでもないってことです。あれ結構でかかったけどな。これもう余裕なんですね。もうこれに関してはもうカンパチのライン、これに関してはもう 100% 切れるって分かりましたもんね。でもこのカーボンにしてきましたもんね、要は。そうしましょう。クロロカーボン作戦は当たっているんですよね。そっか、この辺にかかっちゃってワイヤーでかかって噛み切れないのを待つしかないんですね。そうです。よし、やりましょう。ちょっと餌釣りますわ。クロロカーボンは簡単に切るってことも分かった。でもクロロカーボンは重要なんですよね、要は間にいるんで。すごいな、あの白いライン見てたってことですよね。見てるんですよ、あの1回でも覚えたんですよ、あの白いラインはダメっていう。ただ逆に言えばクロロカーボン結構すごいんですよ。やっぱマグロとかカンパチする魚からするとカーボンは見えないんですよ。見えてないんですよ。あー、コバンザメ釣れたのはさっきのコバンザメ。こいつをこのまま海に入れると、あ、着いた。コバンザメくっつくんですよね、ペタッとサメにくっついて。コバンザメってサメじゃないんですよね。コバンザメとチョウザメはサメってついてるからサメっぽいですけど、両方とも普通の魚です。コバみたいなのが背中についてて、サメにペタッとくっついてるからコバンザメって名前をつけたんですけど、ようよう調べたらスズキの仲間です。なんでくっついてるかっていうと、サメって結構寄生虫ついてるので、寄生虫食べたりとか、ちょっと食べかすとか食べ残りとかを食べたり、サメのウンチとかを食べたりからついてるんです。パッといっぺん外れるんですよね。あれ並走できるんです。さあ、サメと一緒に同じのスピードで泳いで、サメの食べ残しとかおこぼろが食べて、パッとまた元戻るようなんです。味は知る人ぞ知る絶品魚、脂乗ってて美味しいって言われてます。おすすめの刺身と結構いい出汁が出るので、汁物もおすすめです。コバンザメはリリース。コバンザメは再びサメについた。あ、いるな、ずっといる。サメ釣ろうってサメがようやく出てきたかと思ったら、餌の魚が釣れなくなるって結構多めに釣っといてサメが来るの待たないと。釣るくんかな。今度めちゃくちゃ美味しいけどな、帰って食べたら。だいぶポットベリーな、だいぶポットベリーな釣るくんですね。なんか太ってる魚のことこれ昔小学校かなんかの時に釣り番組見てて、ポットベリーな魚が取れました。調べたらポットベリーってちょっと太ったいい形の魚みたいな意味だった。ちょっとぽっちゃりのちっちゃいおじさんが確かバス釣ってて、ポッドベリーなサイズですってこうやってバスを。お前もや。いや、そう思って、なんか面白かった覚えてるんですよ。だから小学校でポッドベリーって流行ってましたもん、子供たちで。ポッドベリーの体験してるのみんなって。サメがちょっと消えて、イスズミがまだ戻ってきてるの。餌がちょっと入れ食い状態になってます。ちょっとだけ大きい。このまま食べろって話なんですけどね。先行投資がすごいから。で、あのワイヤー分だけ飲んでるんで、このくらい一気に飲み込んでるんで、あのサメのデカさだと、こいつ人飲みするんです。ポットベリーですね。ちょっとだけ餌ができてきた。すごいペースでかかってますね。今なんかあれですよね。乗せて釣らせようとしてますよね。長い付き合いなんで分かりますよ。調子いい時に乗せて釣らせたらサメが釣れるなっていうので、イコール早めに帰って東京でパチンコできるなっていう、これは一瞬です。で、今イスズミが一番ありがたいんですよね、僕らは。餌一匹につき一匹ずつ連れてます。なんかその褒め方。この量取ったらもういいぐらいもん、食事としては。全部サメの食事を取ってるような感じになっちゃってますね。サメに餌をあげてるだけで。サメに餌をあげてるだけになってますね。いや、サメに食事をあげてるみたいになってますっていうのが全然うまいと思いますけど。コメントとしてはどっち使うっすから。マイカーディレクターは今回はあそこずっと狙ってます。首をニョキッとカメのように出して仕掛けを狙っているんですね。ほとんど動かないです、あそこから固まっちゃって。で、膝の上を上手に利用して約3割ぐらいの力で生きてますね。同じ角まあはっきり言えばあそこをああ取るんだったら定点しちゃえばいいのにっていう。そうなんですね。三脚置いて置いとけばいいのにそれをしない。マジマンジみたいな形になります。なんだこれ、紫の変なハギだ。ムンガラカハギ、子供のおもちゃみたい。パタパタパタってやつ。ツバジロモンガラ。尾の部分が白くなっていることからツバジロって呼ばれます。メスが砂場にすり鉢状の巣を作ってその中に産卵します。卵は親が守って侵入する者がいたら追い払う性質を持っています。角がピトンと立ってるんです。威嚇です。他の魚より自分が大きく見せて威嚇しています。同じ種類のオスに対して自分を大きく見せてアピールしたりとか。で、もう一つは防御用です。岩場のちっちゃい小穴のとこに角を立てて岩場から出なくなるんですよ。出れないようにツッコイボンみたいにするんですよ。あれ出てこないですよ。リリースしましょう。
あそこの亀の手のところ剣座みたいなところ投げてやろうかなって、バンと刺さらへんかなって、いつも悪い気持ちが起こっちゃうんですよ。モンガラカワイがいる海はいい海って言われてますからね。綺麗な海しかいないんで。ああ、グルクンだ。はい、ゲット。餌のグルクンです。餌がどんどん入ってます。これでサメ釣れなきゃ本当もう割り合わないです。入っても大丈夫そう。深そう。3メートルぐらいありますね。食べたい。今日来てたの2メートルと3メートルぐらいの、2.5 と3ぐらいで。やっぱ大目城だね。この辺まで来るんですよ。あ、そこまで来る。来ますけど、人を襲う感じではないんですよ。でかいんで何とも言えないですね。ここまで来る。もうそのヘリまで来ます。あ、もうスイッチ入ってる。スイッチ入ってるってほど入ってないんですよ。餌探してる感じです。あ、じゃあちょっとこういうとこ泳いで遠くから撮ってる分には問題ないんで。多分ないと思うんですけど、何分でかいんで分かんないですよね。ちょっと覗いてみたい気がするよね。そうですね。まあじゃあ逆にタンクつけないでその辺から顔つけて見てみましょうか。はいはい。それで見えたらね、またそれはそれなりに面白いです。で、見て本当にやばそうだったらやります。はいはい、はい。御年60歳の中川さんがサメ釣れるんだったら水中の壁に張り付いて食いつくとこ取ってあげようかってくれたんですけど、何時間待つつもりだろう。サメのスイッチ入れなきゃいけないのに中川さんのスイッチ入っちゃった。ちょっと考えちゃったんじゃないですか。今回サメがメインで、あれ今回俺なんも、今回確かに中川さんあんまないですからね、やることが。それんかった時の責任に死にしようっていうことを中川さん気づいてないです。今日絶好の日やったのに、あんなとこ張り付くから釣れへんかったんだって。絶対なりますもん。中川さん張り付いてなかったらされたっぽい。まだ釣れる確証がないからな、あのワイヤーの仕掛けに変えて。そこに持ってきて中川さん入れちゃうと、もうワイヤーに変えたから釣れなかったっていう理由も全部中川さんのせいなんですよ。黙ってください。血、エラから出した魚とか餌で入れてる時に中川さん入れちゃって大丈夫かな。中川さんに食いつくっていうか、サメ棚の部分がものすごい弱いらしいんです。中川さんもスイッチカメラしてる時にホホジロザメが前から来て襲われそうになったから鼻をパッと触ったらヘニャッってなったんだよって言ってたんですよ。見れますよ。でもあの石垣の漁師はウミンチュは海の人で、ウミンチュ漁師って言うんですよね。ウリューサーってのは潜り人って書いてウリューサーって呼ぶんですけど、伝統潜りっていう、もうめちゃくちゃかっこいい漁師の集団がいて、やっぱ 3,4 メートルのホウジロザメが前から来て、その人たちはホウジロアウト鼻蹴るって言ってましたね。本当はでも金網みたいなやつありますよね。シャークゲージ、シャークゲージもあればシャークスーツもありますからね。タヒスとかモルディブでサメのショーをしてたんです。鎖片びらの中に魚を入れてサメ読んでこうかませて見せるっていうショーがあったんですよ。で15年ぐらいやっててお客さん結構いてて、あれ最後どうなったか知ってます？でっかいサメ来ちゃって5メートルぐらいの噛む力で200キロあるんで手ちぎられてなくなったんです。片びらごとやられて。ほんとです実話で。一応これは防塵チョッキ、これ本来陸上なんだけど、あのナイフとか刺しても刺さらない安全対策です。まあ万が一バグってやられた時に体だけは残るように、まあ致命傷だけはっていう。であともう一つ今考えてるのは、あの壁をにくっついてと、はい、それはなぜかっていうと背後から襲われないように。中川さんグルクン好きやから、グルクンで中川さん釣ろうかな。バシューって、うわ危ない、やめろ、止めろ、やめろ。怒られるよね絶対。結構中川さん厳しいからな。どうですか、危ないですか、行っちゃっていいですかとか中川さんが俺に聞いてくるのが間違いない。絶対向こうの方が詳しい。まあでもあの感じだと普通に考えて人には絶対感じこないですよね。あれでさえ来なかったんで、ワイヤーでさえ、まず臆病と呼んだ方がいいやろな。サメはサメは怖いのは、あの予想がつかないんですよ。だから 100% 安全ってことはないんで。今回サメ釣りのロケで俺の出番がないじゃないかっていうので、ついに海に入ります。カッパ隊長中川隆史62ですね。水中カメラの中川さんがどうしてもサメを撮りたいっていうことで今水中に入ってますね。プカプカ浮いてます、水面を。先ほどまでサメが徘徊してた場所をプカプカ浮いて、僕らの餌取りの場所までもう来てますからね。ちょっと魚が逃げ始めてるんですよ。すげえでかい絵がいるね。マダラエイだと思う。マダライ、でっかい絵がいると。最大に近いクラスの大きさ。中川さん水中カメラマンですけど魚大好きなんで、
もうすでにサメじゃなくて A に食いついてる。A 関係ないんですね。だって追い払ってほしいんですよ。どうしても中川さんが水中でサメを取りたいというので、サメが出たらすぐそばでスタンバってるんですよ。サメのスイッチが入る前に中川さんがスイッチ入ってましたからね。もうすでに中川さん危なっかしいわ。ワイルドやわ。カッパ隊っていう会社の隊長なんですよ。社長で隊長なんです。隊員一人なんです。カッパなんです。カッパですね、はい、言い過ぎると怒りますから。そうです。だいぶ年上なんで。中川さん上がりましたね。ちょっとみんながシュノーケルして帰ってきましたよ。62歳なんでサメとか現れる前に。あれまさかの10分ぐらいシュノーケリングして帰るっていう。よく子供たちがやってるやつじゃないですか。あれじゃあカッパ隊長が1人、62歳、隊員1人です。あの近くにいる中川さん同じ名前なんです。あれは近所の兄ちゃんらしいです。近所に住んでるだけで連れてきたみたいですね。実はカッパ隊長の時に、最大の時に3人いましたからね、隊員が。全員辞めましたからね。隊長が厳しいって言って。あー、グルクンだ。グルクンってバーッと引くんですね、こうやって。グルクン。イスズミやっぱ10匹ぐらい取っときたいですよね、サメが現れる前に。サメのやつ。長野さん来ましたよ。タンク背負ってきました。なんか来てますね。防弾チョッキです。4,700 円らしい。手袋とセットで4,700円です。上半身と手だけを守ろうとしてます。いや、長時間粘ろうと思って、あのウェットスーツじゃなくてセミドライ着てるもんで、むちゃくちゃ暑いっす。女子の方も来てますね。何かあればこれでサメを撃退したいと思います。あのでっかいサメが来て中川さんにとってどうなんだよ。サメがお構いなしに来んのか。サメがまあ人に噛みつくことは多分あの感じだとないと思うんですよ。よっぽどなことしないと。ちょっと一個あんのは連れてからにしてほしかったな。一匹釣った後にインサートならいいんですけど、中川さんがいることによってサメが来ないっていう可能性がもう結構ある。サメと同じようなデカさのおっちゃんが一人入るんですよ。防弾チョッキ着て。中川さんシャークスーツ一遍試着させてもらって買おうかどうか迷ったらしいです。200万するんです。ステンレス製7kg。試着したところの写真を見せてもらったんですよ。もう絶対沈むやろって感じでした。陸上でしたから試着が。意味ないんですよ。中川さんがあのサメ釣れるとこでスタンバってくれてるけど、サメ来なくなっちゃうな、どう考えても。釣れてからにしてほしかったな。やっぱりあのやる気はもう止めれないけど立たないもんな。あれはあったかいから潜りたかったんだろうな。大事な仕掛けの近くでぶっくる川を出してますよ。バーッと落としながら尋常じゃない泡を海面に漂わせながらね。言えばあんな大先輩のカメラマンが入ろうかっていう感じで来たら断れないですよね。完全に魚いなくなってます。全く釣れなくなって気配もないもん。中川隊長、そして助手、特に成果なく陸へ。楽しかった。いや、結構ずっと見てても飽きないですね。あの刻々と姿を変えるんですよ。いきなり魚の群れが来たり。こんだけやっぱり魚の濃いところはあんまりないですね。ああ、そうですか。サメの姿は見れなかったですけど、あとやっぱり巨大エイは 2回ぐらい来ましたね。なんか久々にこうワクワクします。三者三様の無人島生活、次回は2日目後半。チャンネル登録お願いいたします。